こんばんは、ゆるのみキッチンです。今回は玄関開けたら10分おつまみボリューム3実食編をお届けします。ちょっと長めの動画ですが、一緒に飲んでる気分でゆるーく見ていただけると嬉しいです。それでは早速どうぞ。せーの、いただきます。乾杯。お疲れ。チンチン。うまい。こんな感じです。ありがとうございます。10分で。10分でこれできました。いい。キュウリからいただきます。キュウリからいきますか。どうぞ。おいしい。さっぱり。うん。すごいさっぱりしてる。ゆかりいいね。ゆかりいいね。うん。あっさりしてる。うん。うん、ビールに合う。合う。ビール、病状発。病状発。ではトロンタイムいきます。どうぞ。トロン。最高じゃないですか。混ぜ混ぜ。そうね、混ぜて食べてください。美味しい。これうまい。いいね、これ。一生こういう簡単なつまみや夏はさ、ニラと合う。これな、これいいな。うん、ビール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 、ビール止まらない系。うん、そうやね、そんなビールを作ってた。なんかさ、うん、喉渇いてて。わかる。いやー、ニラ生なのいいね。うまいよね。うん。よし。キムチと合う。うん、卵黄とのハーモニー。ね、ニラキム卵黄。うんうん。良いのではないでしょうか。すいません、塩レモンください。え、塩レモン取ってもらっていいですか。おー、じゃあ僕もなんかどっかで見かけたハイボールにしようかな。私塩レモンがいい、今日汗かいた。熱いじゃなくて塩レモン、うん、はい、どうぞ。でもこれ残念ながらのナッパーなんですよ。濃いめといいっすね。僕はなんかファミマのスモーキーハイボール。おいしい。みなさん、音を楽しみください。シュワシュワ。噛む。あー、おいしい、これ。おー、酸っぱくってしょっぱうまいって書いてある。へえ。でも岩塩の夏、イエーイ。両手に酒。僕はこれファミマのブレンデッドインジャパンスモーキーハイボール。いただきます。蚊が一匹いたんですけど。こう、へえ。もしどんな味、ちょっと飲まして。うん、もしなんだろう、なんかすごく甘い。スモーキーはあんまり感じない。なんかすっきりしてる。どう飲む。うん、おお、確かに。塩の味する。うんうん。酸っぱくてしょっぱう、甘い。しょっぱうまいか。さあ、じゃあ。立ち上げ。途中揚げ。ただ焼いて、大根おろしとポン酢。うん、まあ、こういうのがさ、やっぱ夏はいいよね。うん。うん。想像以上に美味しい。うまっ。うまっ。おいしい、これ。
合う、うん、とちお揚げと、うん、大根おろしとポン酢も合う。ど鉄板でしょこれ。めちゃめちゃ美味しいよね。うん、これ10分で3品いいね、うん、この組み合わせまあ、ほんと10分成功、おめでとうございます。いや前回のリベンジができました、うん、前回はね、なんかちょっと時間オーバーしちゃったから第2回はね、うん、第3回でちゃんとリベンジできてよかった。イエイ。でもさ、基本的に切ってあえただけのつまみばっかりだけど、火を使わないという。そう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 。魚焼きグリルは使ったけど。ね。うん。うん。コンロを使ってない。うん。あ。さあじゃあ番外編いきましょうか。番外編。ちょっとね失敗して卵いっぱい使っちゃったから。スクランブルエッグとニラを、ニラのスクランブルエッグ、うんうん、はい、いただきます。はい、どうぞ。どうするこれ。うん、落とすね。お、ど、お、お、結構塩分が強い。うん、ちょうどいい。あの、甘くない。それが美味しい。うん甘くなくて美味しい。これは酒のつまみだわ。これでなんかもう完結しちゃってない？うん、つまみ完結してると思う。今日はお腹空いちゃうかな。タンパク質がないか。いや、タンパク質、はい、これタンパク質。タンパク質で、タンパク質、あ、卵タンパク質。うん、うん、うん、これいいな。うん、大根おろし合うね。うん、最高。うん、あ、どっちも合う。ビールも合うし、レモンサワーも合う。うんうんうん、うん、どっちも合う。きっとハイボールも合うと思う。間違いなく合う。っていうか、すげえ合う。個人的にはね、このちょっと色があんまり映えないかもしれないけど、ゆかりと塩昆布で和えたきゅうりがすげえ美味しい。夏はいいね。うん、うん、美味しい。うん、これいいな。卵黄と揚げたところが、キムチと卵黄ってこんなに合うんだなと思った。そう、ちょっとマイルドになるでしょ、うん、辛さが。なるなる。あんまり合わせたことがなかった今まで。ニラもさ、結構主張強いじゃない。うんうん。キムチもまあそれなりにもちろん主張強いじゃない、うん、それがさ、卵黄と合わさることによってさすごいね、超マイルドになってさなる、ね、びっくりした。これ酒が延々止まらなくなるやつになるんですよこれさ。しかもさ、うん、なんか下準備みたいに、ニラって洗わないでいいの？洗ってこう袋に入ってるから。うん、洗わない派？なんか泥がついてるわけでもないし、ね、そう、ニラはね、うん、あの小松菜とかは絶対泥ついてるんだ、うんうん、ニラって微妙だよ。微妙なラインじゃない、うん、もやしとニラってさ、別に洗う必要ないかなって思ってる、うん、なんか気が向いたらちょっと、ね、湿らせればいいかなくらい湿らせる、うん、これいいわ、ほんと一緒、うん、なんかね、卵黄とハーモニーがやばい、その3点の。うん、そうなるように絶妙な
配分をしてあるんですよ。米に乗っけたらどうなんだろう。ああ、米に乗っけて食ったらもうあなたはもうあれですよ、焦点ですよ。転げちゃう、もうやばいですよ、デブ真っ白ですよ。DEV デブ。いや、卵黄とご飯はやばい組み合わせでしょ、うん、100枚、うん、はあ、美味しいね、今日も。うまい。いやー、たまらんすわ、うん、やると思いました。絶対使ってやろう。5秒番外編うまね、番外編がさ、目立ってない。結構まあ、それはそれ、これはこれ、うん、この中で一番どれがいいかって言われたら、あ、私はこれかな。うん、なんかこれがすごい夏に合う。確かに、これは本当に夏向きだね。うん、なんか10分でこれ出てきてバランスがいいなと思ったの、この3品の。全部美味しい。イエイ。で、なんか味のバランスが良い。まあ基本的にでも夏向きな味付けはしてるんだよね。量じゃ酒なくなるね。本当にこれ量じゃなくなる。あ、それもそう、ハイボール。これはね、近所のハイボール家にあんのに。だってそう、ドラッグストアで買ったハイボールなんですけど、まあ一応スコッチベースになっていて、入ってるものがね、ちゃんとしてるんですよ。ほら、ハイボールのやつはね、ちょっと正直どうなんだろう、これっていうものが一つだけ入ってて、わかるかな、これ。原材料名、こっちがさ、モルトグレーン炭酸ガスのみのね、これドラッグストアのやつで、ファミマのやつはさ、見えるかな、これどうなんだろう。あ、ちょ、映ってなかったらごめんね、読むわ。品目リキュール発泡性、原材料名ウイスキー国内製造、ポリデキストロース炭酸3味料。なんかもうさ、国内製造ウイスキーっていうのがさ、本当にウイスキーなのかっていう。なんでそうでしょうだって書いてあるんだったら、本当にちゃんとしてるウイスキーだったらモルトグレーンって書けるんだよ。ないところが怪しいね。うん、すごく怪しさを。そうなんだ。後味もなんかちょっとっていう感じがしたから。うん、でも安いの。いや、多分こっちの方が全然安い。そうね。うん。で、安さとかでは関係ないんだね。なんか。ああ、うん。味もね、悪いけどこっちの方が全然うまい。うん、どうぞ。これはちゃんとしたハイボールって言える。本当だ、こっち濃いね。こっちの方が全然味が濃い感じが、なんかさっぱり、こっちがさっぱり系だ。アルコール分も 8%、うん、9% で若干こっちの方が濃いんだけど、うん、それを加味しても、いや、こっちは普通に美味しい、うん、まあ、これもまずくはないんだけど、まずくはないけど、あっさり系って感じ、まあ、なんかバドワイザー好きな人は好きなんじゃないみたいな。薄い味がする、うん、ハイボールを求めて、スモーキーなハイボールを求めて飲むとこれは違うなっていう感じがするね。ハイボール飲料としてはまあ別に、ああ、ありじゃないくらいだけど、うん、なんか夏向きじゃない、さっぱりしてて。こっち、やっぱり入ってて欲しくないものが入ってるっていうのはちょっとやだよね。そんなこと言ったらもう、まあ普段飲んでるレモンサワーいろいろ入ってる。まあそうだね、うん、ハイボールに関してはさ、やっぱり、あ、シンプルでいいところ、シンプルでいてほしいよね。うん、
シンプルにできるからね、ハイボールは、うん。まあレモンサワーを突き詰めればさ、シンプルにできるんだけど。じゃあこれで作りなさい。そうですね。そんなことを言う人がこれで作ればいいんです。まあ確かに。10分おつまみ。今回の作戦は成功ですね。火を使わない。火を使わないと早いんだね。うん。っていうことを学びました。そうですね。火を使うと途端に遅くなる。間違いない。でも使っても魚焼きグリルぐらいじゃない？そうだね。魚焼きグリル、電子レンジ。うん。この2台を同時進行でやれれば、三品あったかい料理を冬場とかは出せるかな。出せないでしょ。会えるだけであったかくなる。いやだから魚焼きグリルで一つあったかいものを、電子レンジで一つあったかいものを、うん、で普通にコンロで一つあったかいものをっていう感じで。コンロであったかいものやったら時間を場所に。あそこはテクニックでどうにかしようと。この先このシリーズを続けるにあたり続けるんですか、このシリーズは。いや面白いもん、やっててやってる本人がね、すっげー楽しんでやってるから。そうなんだ。これは続けたい。見てる方はヒヤヒヤするんだけど間に合うかなって。うん、まあそれも楽しんでいただけたら嬉しいんですけどね。なんか10分おつまみの撮影の時はいつも酔っ払うんだよね、楽しくって楽しくってね、やっぱ酔う速さがね、速くなるんだよ、ね。うん、10分で酔っ払うメニューっていうのはどうですか。うん、だから10分おつまみは10分で酔っ払うメニューなの。うん、テンションが上がって、うん、10分おつまみは酔っ払うメニューなんですよ。酒が進むってことです。間違いない、そういう風に作ってるからね。はい、では今回はこの辺で、せーの、ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の PFC バランス表はこちらです。作り方は概要欄に書いてありますので、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画が美味しそうだな、役に立ったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしてますので、感想や料理のリクエストなどございましたら、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。